ももかです。ゆらりです。ひめかです。ピンクラテ D 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はわさびが入っているシュークリームを食べているのは誰だです。イエーイ。イエーイなのかわかんないけどイエーイ。3つシュークリームがあるんですけど、その中に1個わさびが入っているシュークリームがあります。それを食べてる人は誰なのか、ピティさんと視聴者の人に当ててもらうっていうゲームです。皆さんも考えてくださいね。1回目はみんな美味しいとか言って、辛くても美味しいふりをするので、誰が辛いのを食べているのかを見極めていただきたいと思います。本人たちも食べるまで分かんないんですよ、どれか。2回戦目は全員辛い、全員辛いふりだね。辛い、辛くなっても辛いって言うんです。シュークリーム来たよ。来ました、シュークリーム。それではスタート。じゃあ誰が何を食べるか、じゃあやってみましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ残りなんで、どうぞ。これ最初はグー、じゃんけんぽい。よし、これ残り物には福がある。せーの、いただきます。うん、うん、当たり前か。プリプリ、めっちゃこぼれてる。やばいやばいやばい。大丈夫？めっちゃ美味しいです。ベリーグ。みんな隠さないと言葉がなくなったでもマジで多分これいいところなの。シュークリームでマジ美味しいもん、うん、みんなシュークリーム好き？はい。なんかクリームお茶は違う気がするな。早いですね、うん、ごちそうさまでした。ミラにも早かった。美味しかったです。うん、very good。 はい、みんな完食です。みんなの間ではどう思う？私姫かだと。なんで？ベリーグーとか言ってるから。私も姫かだと思う。カフェオレを一番最初に撮ったしね、うん、それは本当に多分わさびじゃなくても撮ってた。姫か誰だと思う？なんで？なんで？あ、無言の時間が多かった。私はもう美味しかった。うん、クリモちゃん違う。違う、うん。皆さん誰だと思いますか？皆さんシンキングタイム。カッコ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 チピッ。じゃあ当てます。はい、姫か。正解です。撮った時に見えてんの、わさびが緑。見えちゃったんだ。ゆらりとかにも見えるとってこうやって隠して。え、どうだった？うん、あんまり辛くなかった。あ、辛いの好きだから。じゃあ2回戦目、次はね、みんな辛いふりをします。自信あり。じゃあじゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。おっ、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽん。え、後出しでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、はい、せーの、いただきます。スーッて言う。マジで匂いでもわさびの匂いするもん。めっちゃポロポロこぼれてる。シュークリームとわさび合わない。さっきとどっちが美味しい？さっきの方が美味しい。さっきの方が美味しい。ピークきたピークよ。多くないですか量。ね、せもうやら先生って言いそうになった。ピティさん、よくクリモちゃんピティさんだけど先生って言う。ね、よく平常心でいられたよ。みんな進むの遅くない？辛いですね。しかもわさび入りのシューク。うん。これはもう、もう最後。ピジンさん、なんとなく予想ついてますか？2択。みんな食べ終わりました。はい、はい、エイズのみんなのシンキングタイムです。ひめかは違うと思う。演技。ひめか演技下手。ディスられた演技下手とか。みんな誰だと思う？一緒に自分。ピティさんは予想ひめかじゃないから、ゆらりかくりももちゃんだと思うんだけど。
どっちかな。白をお出しください。うーん、栗ももちゃん。私見たんだよ、姫香でしょ。見たの？見えた。正解は？正解は？はい。演技下手とか、下手な演技のふりしてたんですよ、本当に。急に笑顔になったりとか。そうだったの？うん、下手なふりしてうまいです。それは騙された、騙された。意外とも当たる予感がしてた。なんかこういう悪い予感は鋭いんですよ。結果、姫香の演技がうまかった。おお、やった。めっちゃなんか嬉しい。クリオちゃんの最後の演技めっちゃ上かった。全部食べなきゃいけないんですよねとかがすごかった。 ありがとうございます。ゆらりも無口の時の顔が本当に辛そうだった。難しかったね。ピティーズのみんな分かったかな。分からないです。ピティーズの皆さん分かりました。2回目は多分難しかったと思う。姫香の演技が上手かったから、うん、上手かった。ありがとうございます。多分1回目はすぐ分かったんじゃないか。2回目緑の見えたの？1回目も2回目も見ちゃった。見えた。緑のが見えたらそう、なんか話した方がいいかなって思って、こっちパッて見たら、あーほー、緑あるじゃんみたいな。私もよかった。姫香以外の2人はただの美味しいシュークリーム、ただの美味しいシュークリーム2個食べました。すごくない？すごい美味しかった。すごい美味しかった。めっちゃ美味しかった。